あ、来た。やったー。やったー。ナイス。これでけえ。いや、でかい。いや、ナイスっす、監督。すごすぎ。止まんない止まんないっていうか、なんだったら積もる。いや待って、俺モコちゃんだったら止めるかも。ああ、積もった積もった、すげえ、すごい。おい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 、お前強すぎるって、強すぎ。ハネマン、ワンパイの呪いがしっかり効きましたが、ギリギリなくはないぐらいかな。じゃあまあそういうことで、あ、そういうことで、本当に楽しくやってきて、もう楽しく。ありがとう。頑張ってくれ。いい流れ作ってたから。この流れ、乗ってくるわ。よし、よろしく。頑張れ。いってらっしゃい。もう一度取ってこい。よし、やるか。あのね、まず最初に一言。マジで負ける気しかしてない。それだけ伝えたい。あのね、いや、よかった。手前の2人がね、あんなに稼いでくれたらね、ありがたい。ほんまにありがたい。ただ、マジで調子悪くて最近麻雀。めっちゃ調子悪かってんけど、でも今日、レン君来てるからさ、行っちゃったんよね、この前。次の新規、レン君ゲストじゃん。じゃあ、俺出ようかな。行っちゃったから、ちょっとね、引けなかった。はい。ということで、対戦よろしくお願いします。で、まあ僕の手は仕上がったところでタカが知れてるので、まあこの手はもう、こっから降りちゃうぐらいの感じですね。あとはね、いや前回、ボコボコになってた千葉先生がそろそろね、本気を出してくると思うんですよね。ちょっと千葉先生を止められる自信がないな。よし。強ない?思ってたより強ない、それ。イスチマン。まあ、イスリアマは打たないっていうのあったから。まあ、チーマンがちょっと危なかったな、でも。三面ちゃんは予想外です。いやー、これどうしよっかな。本一行ってもいいし、行かなくてもいいぐらいなんだよね。まあ、行くか。いやー、でもなー。千葉師匠上茶なのさ、これずるない?不利だって俺。普通に。まあまあまあ、できることやるしかないね。いやー、しょうがない。うん。あー、安くてよかった。オッケーオッケー。千葉師匠もだいぶ落ち込んでるからね、今のところ。そろそろ上振れてきそうだな。やだやだ。さあ、5、6、7の3色もある。瞬重なったらクソでかい。うそ。あ。これはもう全力やね。上がれたらでかいけど。ガス杯のメイカー。ハイテイのルイス。そしてワンパイのレイド。こういうイージーショットがね、本当に決まんないんだよね、新規リーグ俺。さあ、天敗一数万とソーズ、全止めでそれ以外打ってくるはず。千葉先生は。天敗となったら話は違うと。これもう魂のラストバトル。光対闇。来いよ、お前に闇を教えてやれ。これが闇の力だ。なんだそれ。千葉先生も麻雀の苦しさをそろそろ表に出してもいいんじゃないか。無理してんじゃない。これだ。千葉先生との直接対決、こんなに勝てて嬉しいことないな。よし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 。軽くテンパいきましたけども、関数ピンはまあ弱いけどしょうがないね。リーチ。まあ降りれないね、これは。ウーマンなんて打ちたくないけどね。ここでひよっちゃトップが取れないわけよ。ありがたいことに上2人がかなり点数に余裕作ってくれたからな。まあ前のめりに打っていい場面ではある。さあ何一曲チュンドラ1で上がれれば十分。こんなもんすぐ泣いちゃうんだから。イージーショットパート2。親からリーチか。安牌がないんで押すしかないっす。裏乗んなくてよかった。さーて、嫌な感じになってきたな。甘くないね、麻雀は。まあ、やれることやるだけだな。ん？おい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 。やりすぎなんじゃないかい？リーチされなくてよかった、でも。いやー、これワンミスでラス圏内だな。一応、ゼウスが負けてくれた方が嬉しいから、天海さんがラスなのはありがたいのか。でまあ、軍刀さんトップは別に問題なくて。ああ、怖え。あの天海さんに打ったらシャレにならんな。ギリギリまで行きたいな。あ、なんだこれ。ご褒美ハイパイか。目立ちたくないから余計なハイ引かないでほしいな。余計なハイ引かないでくれって。でこれ何の2000点上がってもしょうがないよ。さすがに染めたい。染めれば5200。いやー、さすがにじゃない。なんだこれ。だって貼っちゃったんだもん。しょうがないじゃないか。転廃しちゃったんだから。俺だってあんな何とも言えないで上がりたくないけど、やるしかなかったんだもん。まあまあまあ、無理にトップ取りに行ってもしょうがないからね。これはもう、軍刀先生とかが打ってくれたらラッキー。積もられたらもうしょうがない。持ってるねー。持ってまんねー。しゃあなし。微妙。微妙すぎる。これなんか、1000点2000点で上がったら、オーラス天海さんの満願積も条件残っちゃうんだよな。ちょっと嫌なんだよな、それ。まあ、とはいえここで上がられる方がきついから。まあ、上がれるんだったら上がるけど。何してんだ、軍刀先生、それ。え、イキリ国士？タイヤオドライチ2000点は直撃取れると満願積も条件を消せるから、上がれるなら上がりたい。そのポンドラさんの気配すごいんだけど、チーソーが結構ねありそうなんだよね、まだ山に。いや、チーソー結構山あんじゃないかなって思うのよね、値は。ドラさんの気配、はい。あらまあ、ラスメマちょっと待って。はあ、シャレにならん。これマジでやばいわ。ガチでやばい、これ。やばい、やばすぎる。やばい、気分悪くなってきた。マジでやめて。マジ許して。本当に頼む。本当に頼む。これが上がれなかったらマジでやばい。負けてたまるか。来い、シャーリャンピン、頼む。よし、あぶねえ。いや、ぶねえ、マジで。ガチ勘弁してくれって。1万1000点差。天海さん以外には打てる。天海さんのリーチだけ注意。まだトップだって見えてるぜ。大丈夫。メンタンドラで十分だから。リーチ。嘘だろ。3枚1枚ぐらいだったら押せるか。やったわー。降りるべきだった。はあ、いや、降りか今の。降りれたー、今の降りれたー。精進します。今のは俺のミスではないんだけど。いや、降りだー、くっそー。いや、転廃したら何一枚行こうってでも決めちゃってたんだよな。あー、もうマジかー。いやー、でもな、サブロスイスピン、マンズ回りめっちゃあって、上がれればトップもある。チーソーパーマン打てば3着以上は確定。打てるのがパーマン、チーソー、ツーマン。いや、推しだねこれは。いや、考えたけど、これはこれでいいわ。しゃあない。いやー、でも悔しいっすね。これは悔しい。最後めっちゃ悩んだんすよ。ね、間がありましたよあれ。いやでももう本当に積もって3万積もって転廃しちゃった時だけなんうとって思ってたら引くんすよ。いやすごいよやっぱり。だから降りて積もられてもまあ3着だし、はい、流局するかもしれないし脇決着するかもしれないしいろいろあるから。でもだけどあれ3万引いたら切らなきゃダメっすよなんを。そうっすかね。はい、もう僕絶対切ります。そうっすよね。あれをなんと切らないっていう人がいたらめちゃくちゃ麻雀弱いっす。いやもうはい怖いっす麻雀って。いやでも麻雀の内容は本当にめちゃくちゃいいんで、もうレイド君の麻雀俺大好きっす。いやもうタカちゃんに言われるのが一番嬉しい。渋谷ベマズみんな白雪レイド強えって言ってるんでマジで。うわありがたい。大好きっす。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。よし、ごめんなさい、しに行くか。やってもうた。いやいやいや無理よ。いやいやいや。手もうた。おいさんの言う通り。正直。でも結構言うて紙一重な気もするんすよね、なん。まあ、なんが紙一重っていうのもあるし、結局オーラスをなんて言うんだろうな、上がりに行くかどうかみたいなところで大事なんですよね。上がりに行ってあれ最後3番引いた人が何切らないは多分無理よ。まあそうですよね。それは俺も切り無理だから、まあしっかり上がりにも行って、しかも宝珠も避けつつみたいな。はいはいはい。結構そう、ギリギリの選択をしてめちゃめちゃうまく打ちすぎた結果だよね、オーラスは。なんかねすごくうまく打ちすぎたね本当に。いやそうなんですよ。もうリャンソーポンから悩んだんですよ。だよね、そうだよね。リャンソーポンも多分すると思ったの。でも全部安牌が3個減っちゃうからさ。そう、天海さんの安牌だから、まあ、リャンソーだけ残してとかも考えたんですけど、いやトップ欲しいなーってちょっと欲が出たな。欲っていうかあれはめちゃめちゃこの細い道をうまく渡って。なんかあれを多分100回やったらだってさな、当たることなんて、まあそうっすよね。2回とか23回じゃんあんなの絶対。そうなんですよね。3回も当たんないかもしれないよっていうぐらいのもんで、ほとんどの時は大体ね上がってさらに続行してってなってるから、まあそうっすよね。まあそう、難は後悔しなくていいと思う。大井さんも言ってたけど、本当難切らないのは本当にもう麻雀として変だもんなんか。まあそうっすよね。と思います。そうそうそう、なんかね。まあでもほんまに2人が稼いどいてくれてよかった。おかげでなんとかギリギリ保てた自分を。そうそうそう、いやこれ勝負の一局とかだったらうわーってなってたけど、2人が稼いどいてくれてたから。お疲れ様でした。いやマジで悔しかったな。いやでもさ当たんだな、嫌な予感って。俺マジで今日さ、マジで今日もうこんなの戦いの場で言っちゃダメだけどさ、マジで嫌な予感してたんだよな。神よ、なぜ我にこんな支援を与えたものか。ああ。まあでも言うてな、内容はいろいろ良かったんじゃないかなって思うよ。思うけど、やっぱ、ちょっと、まあ、いや、ちょっと周りが強すぎるわ。やっぱ、しゃあない、しゃあない。引きずらずに行きましょう。ほな、ありがとうございました。またね。